12月17日金曜演芸門のコーナーは旭堂南鼓さんにゲストとしてお越しいただきました。講談師の方なんですけれども、実はですね、このオープニング撮り忘れてまして、別の日にまた撮ってるという次第でございます。だから服装違ったり髪型違ったりするんですけど、そういうことなんです。まずは本番放送分をお聞きください。金曜演芸門のコーナーです。本日もゲストをお迎えしております。講談師の旭堂南鼓さんです。おはようございます。のほほん、旭堂南鼓です。よろしくお願いいたします。作業着ですか？これファッションなんですけどね。はい、どう見ても作業着なんですね。そうですね、はい、それはお好きで着てらっしゃる？まあこれが面白いなと思って買ったんですけどね。はあ、はあ、いや お仕事の関連ではないですよね。全くね、お仕事してませんが。してないですよね。まあ本当に道歩いてたらね、何かの工事されてるのかなというような、確かに作業着なんですけど綺麗ですもんね。土一つついてない、汚れ一つついてないですからね。なんかカバンも持たれてたものも、はい、なんかリュックのような感じで、うん、なんかそういう作業ファッションみたいなのがお好きなんですか？いや、たまたまなんですよ。たまたまなんですか？はい、今日がたまたま？今日がたまたまですね。まあこれはカレンダーで、はいはいはい、カレンダーの撮影がありまして、はい、私9月のカレンダーに載せてもらうことになりましてね、はい、でそこで防災の月というので、はぁ、なるほど。あ、防災士さんのような。そうなんですよ。そう、はい、ほんでないですかって言った時に、ほんならワークマンがありますというので、ワークマン覗いたら、うん、今ワークマンおしゃれな服がいっぱい多くて、女性なんかも多いでしょ。そうなんですよ、作業着を見つけるのが難しくて、うんうんうん、でその中にあって、ほんでこれ着るとやっぱりカレンダー乗るとなかなか、あ、9月で、あ、防災だなという、いかにもね。でそれせっかくねカレンダー用に買ったんですけれども、日常で着てみようと思って日常で着てたら、ええ、ね、なんか子供なんかもお父さん水道屋さんみたいな、うんうん、そんな感じがいたします。まさか の講談師さんとは思えない感じですね。まあ、そうですね。いつも、ね、着物着ますからね。そうですよね、はあ、今日はまあちょっとそういうファッションでお越しなんですけれども、はい、普段はお着物をお召しで、着物を着てますね、はい、講談を読んでいらっしゃる、はい、ということなんですけれども、ちゃんと読むというのが素晴らしいですね。あ、もう勉強させていただいております。ありがとうございます。講談師のその旭堂南鼓さんをお呼びしたのはちょっとまあ今日は理由がございまして、はい、私南鼓さんの本を読ませていただきまして、ありがとうございます。いたく感動いたしましてですね、旭堂南鼓講談全集という著書を、これいつ出されましたね。これ今年の9月ですかね。9月に出されました、はい、ここにはご自身で書かれた新作講談、うん、ずらずらずら何本収録されてますか？25本ですね。25本。もうね、このうちもう私何本も涙を流しまして、うん、でもう寄席でね、ちょっとした中入りの時間とかにも、はい、読ませていただいてたんですけれども、休憩中にもうマスクの中がびっちゃびちゃになるぐらい泣いてしまった新作講談なんかもございまして、うん、でまた声をね出して笑ってしまうようなものもありまして、いやもうこれはぜひ南鼓さんに来ていただいてお話を伺いたいなと思って、ありがとうございます、はい、お願いした次第なんですけれども、まずは旭堂南鼓さんという方がどんな方かというところからお話を伺いたいんですが、はい、なぜ講談師になろうと思われたんですか？まあ、よく聞かれるんですけれども、まあ、亡くなりました私の師匠で三代目旭堂南陵にやっぱ憧れたところがありましてね、はい、講談会に行きますと、まあ、当時もお客さんはそんなにいませんでしたけれども、その師匠がこう舞台に上がりまして話し出すとね、鵜飼というのがありますよね。まるでこう糸で操ってるように、お客さんも自由自在に操りまして、どん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 お客さんの顔が前に行くんですね、はい、で笑わせるところではわーっと笑わしてというのが、ああこの人の弟子になりたいなと思って入門しましたね。それが大阪芸大の
大学院を出た後ですね。出た後に、はい、へえ、それまでは大学院出た後は何をされてたんですか？だから卒業と同時に入門ですから。もう同時に入門されて、はい、へえ。でいかがでしたか、その実際に講談師さんになられて。難しいですよ難しいですよ。うん、でやっぱ文言も難しいですしね、うんうんうん、ただやはりその師匠や、まあ、先輩方にまあいろいろ教えていただきましてね、なんとかもう丸22年ですね。あっという間ですね。そうですよね、はい、当時、学生の時はお知見に所属されてたんですよね。そうなんですよね、講談研究会というのがなかったですからね、落語には触れてたんです。で落語を聞きに行くとやっぱり一本二本講談が入ってたりするんですね、うん、で、ああ講談という芸能もあるのかというので、うんうん、よく聞いてみると面白いんですよね。なんか結構その落語家さんなんかはその落語家になるんちゃうかっていう風に学生の時から思われてたって。そうですね、ほんで、で落語台本なんかも書いてましたね。で演者になるのか、いや裏方になるのか、うん、あるいはその評論とかで演芸を広めていくのかという迷いの中で講談に出会いまして、それがですから入門して22年経って講談の台本を出版できたというのは長いことですけれども、うんうん、すごい一つ夢が叶ったと言いますか ね、 そうですね。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。そうでしたか。いや、あの実はびっくりしたのはこの全集の中に書かれてある、まあ、新作も含めて本を、はい、うん、どうぞご勝手にやってくださいましっていうこと書かれてたでしょ。はい、びっくりしたんですよ。それは画期的は画期的だと思いますね、ただその講談っていうのも、まあ、落語もそうなんですけれども、伝統芸能というのはずっと先人の知恵や工夫を当たり前のように使わせていただいてるんですよね、うん、ほんなら我々も次の世代に何か残せないかなと思いまして、はい、いや心が広いというか、ね、もちろん自分が作ったというふうに勝手に、ね、はい、言うのはダメですけれども、うん、そうですね、南子さんのものをやってますっていうふうに言っていただきたいですけど、それも普及の一つになればなとは思ってるんです。はあ、すごいな。いやいや、あの、まあ、心が広いなと思ってたんですけれども、はい、お話を聞くと、うん、確かに伝統というものをその、ね、つなげていく、うん、残していく守っていくという意味ではとても大切な。そうなんですよ。ほんでね、やっぱ新作ってね切りやすいんですよね。そうか。で何かでやっぱ音源として残ってたらまだあれですけれども、何にもなかったら手がかりがないんですよね、うん、でやっぱり先輩方でも亡くなった師匠方見ておりました、もうやっぱ消えていく作品が多いですから、実に残念に思いますね。ただあのみんなやってくださいと書いたけれども、うん、改めて読んでみると非常にパーソナルな部分も多いんで、うんうん、はい、だからその辺どう、ね、皆さんが工夫されるのかなという楽しみもありますよね。南子さんのこの全集の中身に関しましてはまた来週お伺いしたいと思いますけれども、実は南子さんの芸をもうこれ早く見に行っていただきたいという思いもございまして、一つご紹介したいんですけれども、波早講談フェスティバルというイベントが神戸新開地喜楽館で今現在12月行われているんですよね。これが6日間で12公演と。そうなんですよ、はい、いうことでフェスティバルというぐらいのお祭りですね。何人出られるんですかね。たくさんですたくさんフェスティバルお祭りですからね、たくさんご出演なさってまして、はい、波早講談協会の皆さんがね、ご出演なさったり、落語家さんももちろん出てこられるわけなんですけれども、軍団世話物など新作講談もあると、続き読みもあるということで、22、30、31と残すところとなっております。こんなん来るんですかね。いやいや、行きますよ。大晦日の夜に。行きます。南子さんはいつご出演でしょうか。大抵出てますね。はい。22も。22と30ですね、はい。31だけお休みさせていただきますけども。大晦日はちょっとご予定があるという。何にもないんですけれどもね。はい、そうです。22は、人事秘書も出てこられる。そうなんですよ。ラゴ協会の会長ですからね。はい。で30日は東京から高井金鳥先生という ね素晴らしい先生がお越しになりますんで、はい、これはだから本当に朝と夜なんですけれども、講談が 1,2,3,4 本、そうです ね5本、あ4本か5本、まあ、全6席で落語がね、はい、玉師匠が入ってますんで、はいはい、見ていただけると、うん、
いっぺんにこれだけね、気楽館で見られるということは初めてですね。ほんで一回くんというのが前座で出るんですけれども、若干22歳ですからね。南海賞のお弟子さんですかね、はい。お上手ですよね、一回さんもね。そうですね、みんな頑張ってますね。若手からもう本当にもう重鎮までという、はい、もうやっぱり今講談はブームでございますので、これ見ておかないと。そうですかね。そこまで感じませんけれども、はい、白山先生がね、やっぱり東京であれだけブワンとこう人気で、多分ね、あの大阪にまだたどり着いてないような気するんですけどね。本当ですか、はい、あ、そうかな。いや、私はよくあの今見させていただいてますので、勝手にブームが来てると思ってたんですけれども、はい、ぜひ皆さんもその波にね乗っていただければなと思うんですけれども、朝席は10時から、夜席は18時30分からで、22日水曜日、30日木曜日、31日金曜日と、神戸新海地喜楽館にて波早講談フェスティバル行われておりますので、よかったら足を運んでみてください。南子さんは22と30日にご出演なさいますので、これは問い合わせは喜楽館の窓口ですね、喜楽館に問い合わせしていただきましたら、はい、何かといろいろ教えてくださいますので、よかったら行ってみてください。それでは南子さんにはまた来週もお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。極道南子さんに YouTube もお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。あの、これが作業着でございます。どう見ても作業着ですね。いや、まさかの、はい、あの、私もお会いした時に、あれ南子さんですよねっていう雰囲気でしたの。だけどね、うろうろしてたら多分電球取り替えてとか、そんなんなりますよ。お願いすることになると思いますけれども、はい、ちゃんと一応来ますよ、はい、ハッピーも、はい、ありがとうございます。用意していただきまして、我々の波早講談協会というね。おー、かっこいい。おー、これは、はい、うさぎが描かれて、はい、あ、波うさぎと言うんですね。あの出雲の波をこう乗り越えていくような、はいはいはい、はい、神話にもね出てきますけれども、はい、かっこいいです。波早講談協会に所属されていらっしゃいます、はい、南子さんでございますけれども、南子さんはもう今22年ですか。そうですね、はい、もうこれがもうちょっとしんどかったなとかいうのは、この22年でこれやっていうのはあったりします？まあ、あの裁判で訴えられたことですかね。それは確かにしんどいですけれども、芸の面でいかがですか？まあ、そうですね、けどやっぱりね、難しいんですよ、はい、講談って。で、時間もかかりますし、で、師匠から言われたのはやっぱりやめたくなる時期があると、うん、だから3日とか3週間とか3年とかやめたくなる時期が来ると、うん、ただそれは感じなかったですね。まあ一生懸命やっておりましたんで。で、うん、で10年経ってやっぱり自分のその腕のなさに愕然としてやめたくなる、うん、確かに。けどそれは感じました。10年経ってこれだけなのかというので、ただ師匠がおっしゃってたのはもうやめるにやめれんっていうね。確かにそうなんですよね。そうですよね、うん、なんか南子さんってね、すごくあの博士っぽいというか、研究肌っぽいというか。まあそれは、うん、そんなに賢くはないですけれども、うん、なんかそのすごく知識が豊富で調べるところから入るみたいな、そのイメージが、うん、まあ、ただ講談師はみんなそういうところあると思うんですよね、うん、歴史を調べたり本当にこれでいいのか、だからお客さんに言われるんですよ。だからあの講談終わってお客さん来ましたってもうドキドキするんですよね、うん、あそこちょっと5万3000億ですよねとかね。ってお客さんの方も知識豊富やったり、知識あるんですよ。もうだからね、本当にそれがお客さん来ましたってもうドキドキしますよね、うん、で、我々ね、間違うこともあるんですよ。で、講座でひょっとね、講座でひょっと言うっていうのはやっぱありますよね。ほんで、私もね、もう今48歳なんですけれども、特にね、近年やっぱり、もう本当に間違うとあかんと思えば思うほど間違うとか、この間もね、笹を持ってきやれ、あの、笹を持ってきやれ、奥方がね、もうお酒なんですよ。だから、落語とか好きな方は、うん、笹イコールお酒ってわかるじゃないですか、うん、ただやっぱ落語聞いたことがないとかそういう知識のない方は、うん、若い方は笹を持ってこいと、本当にパンダの
あ、これ一言ほんだら付け加えなあかんな。笹とは酒のことですって。でパンダやないねんからという思いがあってね、笹とは酒のことです。付け加えようと思って、ほんで講座で言ったのが、笹とは竹のことです。酒じゃないと間違うてしまって。気づかないんですよ、ほんで後で音源聞き直したら竹ってはっきり言ってるんですあれと思って違うもうやっぱりねそんななりますね、舞台でね喋ってるとなんかこうちょっとつい、ね、気づかずに言っちゃうことってありますけれども、ありますね、でもそれは面白い、ね、まあ、失敗談そうですね可愛らしい失敗談でございますけれども、でもいや、あのやっぱり講談好きな方は歴史好きな方も多いですし、そうなんですよね。だから講談ファンイコール昔は本当に歴史好きだったんですね。で歴史小説が好きな方がやっぱ耳で聞く歴史小説というような、なんか今の方もそうなんですよ。やっぱ年配になるとあの本がねなかなか読めなくなってくるんですよ。まあ特に文庫本なんか字が小さいというのもありますし、やっぱ集中力が続かないんですよね。それを読み聞かせのような語り聞く、そっちの方がいいので講談会来ましたという方が増えてますね。まあ、確かにその読むよりも聞いて見て、で実際にこうそこで登場人物たちが生きてるように見えるっていうのの方がなんか歴史を感じられる気がしますね。そうですよね、まあ、その歴史が覆ってるかどうかわからないですけどね、はい、講談師見てきたような嘘を言ってよく、ね、言いますもんね、いやでも私はその講談の、お勉強になる部分も好きですけれども、その人物を感じさせてくれるところがやっぱり好きだったりするので、講談会にね足を運ばせていただくんですけれども、その歴史とちょっとその講談がリンクする部分って大きくあるじゃないですか。はい、だからそこをこう子どもたちがね勉強するにあたって、社会日本史を勉強するにあたって、すごく実はいい芸なんじゃないかなと。そうですよね。だから例えば1600年9月15日、関ヶ原の合戦覚えましょうと言われるよりも、その物語としてね、物語として知ればスーッと入ってくるところはあると思うんですよね。なんか忠臣蔵とかも今あんまりこう知らない子が増えてるような気もするんです。私がまだ子供の頃はドラマでやってたんですよ。そうなんですよ。ほんでドラマでやって次例えばお笑いでね、漫才でやったり、コントでやったり、パロディーをするんですよね。でそんなとこから知ったりもするんですけれども、その元ネタがやらないですからね。そうですよね。どうですかその肌で感じます、この講談に来てるお客さんで、若い人は忠臣蔵もう あんまりご存知ないなみたいな。だから講談会来る方はやっぱりご存知なんですけれども、例えば大学でちょっと一席やってくださいで、忠臣蔵知ってますかって言ったらもう20代の学生知らないですよね。大石蔵之介も知らないですし、吉良上野介も知らないですよ。ほんだらその前提から話をしなきゃならんのんですよね。こういう遺恨があって、人情があって、そして四十七士が討ち入りに行くんです。今日はその四十七士の中の一人の話で、この前提でやっぱりだいぶ時間がかかりますよね。ただそこを話せば、その人間の心というのは200年300年経ってもなかなか変わらないところがありますから、涙するというのはありますけれども、なんか、まあ、順々に話し方やり方だとは思いますよね。かっこいいんですけど、私はもう本当にかっこよさを講談から感じるので、もう特にその忠臣蔵関連に関しましてはもう涙してしまいますわね。なんか12月になりますとそうですよね。冬は義士、夏はお化けで飯を食いというね。で秋と春とは食いっぱぐれと、結構食いっぱぐれがね多いんですよね。いやいや、でもやっぱりその季節ごとに聞きたいネタっていうのはありますよね。ありますよね。夏になりますとね、本当にゾクッとする。本当に名人がやってた夏でもこうね、思わず羽織を着たとか、ありますからね。南陵先生のその師匠のね、何を聞いてビビビッと来られたんですか。やっぱね、そのユーモラスなところがありましてね、枕なんかもね、ひょうひょうとしてましてね。この間イタチが家にやってきまして、
アホーって言いましたみたいなね。ほう。オチも何にもないんですよ。なんじゃこの枕はというような。うん、まあなんかそのねユーモラスな本当にファンタジーのおとぎ話を聞いてるような、うん、そんな枕から入って、ほんで歴史の話も、あいや徳川家康は嫌なやつで二三遍会いましたけどもって言うと、ああそうかってこのぐらいの人やったら大手のんかなとか思うような説得力があるんですよね。なんか昔はその公爵師はやっぱ50過ぎなやったらあかんとかね言われてたんですよ。で説得力が昔はこんなことありましてお客さんの方が年配でしたらお前まだ生まれてへんやないかって言われたらね、けれども50になって始めたらやっぱ覚えられないんで、うん、それができないんでね、なんとかなんとかと思ってたらけどいつの間にかもうそういう年齢になってきましたからね。なんか忠臣蔵赤穂義士の話も50以下はやったらあかんと言われたんですよ。あ、そうなんですか。やっぱ人の生き死にの話ですからそんな、うん、覚えてやりましたでできるもんじゃない、うん、そんなこと言われてもってけどやっぱね、うん、20代でも30代でもやりたかったからやりましたけれども、うん、この年齢になるとなるほどというのが分かりますね。自分の身近な人が亡くなったり、うん、もう会えなくなったりというのがありますから、その当時のやっぱ義士の未練のね、うん、会えないという気持ちがやっぱり実感として分かるんですよね。それがおそらく講座に出るんでしょうね、うん、芸は人なりって本当によく言いますけれども、やっぱそこに通じる部分があるんですよね。なるほど、うん、なんかその落語もそうですけど大ネタにバンってその若手の頃にチャレンジすると、うん、ネタに弾かれるってなんかよく落語家さんがおっしゃってると思うんですけど、うん、なんかそういうのがもしかしたら講談の中にもそうです ね、だからその忠臣蔵であったり、うんうんうん、その蘇我物語とかね、うんうん、仇討ちの話なんかはやっぱりそこがけれどもみんなやるんですよ、うんうんうん、でそれやること自体はいいと思うんですよ、うんうん、そこで覚えないとやっぱ50になってからは四十七士が覚えられないんで本当に名前もね、うん、若い時に入れてるからいいんで、うんうん、四十七士もね、ほんでやっぱり舞台でやるじゃないですか、うん、とうとうほんで一番いいのお客さん数え出すんですね本当に足りひんぞみたいになってるんですか。ほんでね、やっぱりね私のペースとこの指のペースが合わないんでずれる時もあるんですよ、おいと思って向こうがこう指折ってるの見えてるんですか。丸見えですよ、そらほんで最後なんかグーで終わった人首かしげられるんですよ。だって7ですから、ね、絶対おかしい。いや、こっちがもしかしたら間違えてる可能性もありますけど、ね、けど途中でやっぱりね、裏門に入ったりするんで、うん、明らかに抜ける時もあるんですけどね。やっぱ12月がまあね、義士月なんてことを言うたりするんですよね、はい、で12月に向けて11月ぐらいからやり始めるんで、ほんで11月は今年初めて義士やりましたとかなると、うん、ポーンで抜けまして、久しぶりにやったなんか10人ぐらいで打ち入りでございます、今日少ないなって、ね、少数制でございますそんなもありますよね。面白いな、うん、いやでも入門されても22年ということですけれども、今後ですよね、今後どういう講談を手掛けていきたいとか。そうですよね、ですからそのね、やっぱりもうすぐ50になっていよいよその赤穂義士の、はい、うん、気持ちが、うん、まあ表現できるのかなと思ったりもしますし、講談師の一番いい時期っていくつぐらいかなと思ったりするんですけどね、はい、まあやっぱ50代60代、はい、でやっぱりもう70までなんですよ。まあ私の師匠はね80超えても高座上がってましたけれども、もう本当にそれはおまけという感じで、まあね、平均寿命はどんどん伸びてますけれども、高座に上がれるっていうのはまた別なんですよね。うん、だから体力的な面もあるし、そうなんですよ、フィジカルの問題もあるし、うん、でね、記憶の問題もありますし、だから本当にこの50代っていうのがまあ勝負は勝負だと思ってるんでね、まあ一席でも多く新しい話を覚えてできればなと思ってます。またこう作ったりね、あ、特に古典にこだわるわけではなくて、うん、新作も古典も両方、そうですね、うんうん、本当にね、そのやっぱ講談聞いたことないという方に新作って一つの、まあ、キャッチといいますかね、とっつきやすい部分があるんですよ、うん、身近に感じるんですね、元禄って言われたらもうちょっと分かりませんとなったりするんですよね、はい、でね、初めて講談聞きましたという若い女性の方がもう悲しそうな顔で、最後に言われるのは、
講談は人が死にすぎるっていうんですよ。まあ死ぬんですよ、まあ、残念ながら死ぬんですよ。今まで死ななかった人いないんで、うん、やっぱり生き死んの話ですからね。そうですね、うん、だから新作なんかではそういう死なない話もできますからね。で軍記物はね、うん、やっぱり戦の話なので、戦ですから、うん、それがね、まあ、それ 今戦争を追っ始めようという話じゃなくて、昔こういう歴史としてありましたということなんで、ほんだらやっぱりそこにどこが共感するね、そのやり取りの中だったり、あったりもしますよね、うん、人間ですからね、なんかこう今の人と通じるところで絶対ありますもんね。どこかね、うん、ずっとそれが歩んできた歴史なんで、だからほんで社会の勉強にもなりますし、例えば平家物語なんか古文のね、国語の勉強にもなりますからね。なんかそうやって、まあ、古典の分野では普及という意味もあってされて、うん、で新作ではまた入り口入門みたいな感じで考えて両輪でやっていくという、うん、やっていきたいと思ってますね。ほんで師匠がやっぱり弟子取っていただいて、私も講談師になれましたところがあるんで、はい、まあ、今後もそうやって普及でどん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 、まあ、新しい若手なんかにね、うん、何かちょっと自分の知識を伝えることができた。だから一回くんにいつも言ってるんですけどね、一回くん本当に素直な子でね、はい、本当に、うん、分かりました、珍しい素直な子で、大体公爵士になる人間どっか性格ひねくれてるんですけどそんなまあ変わった人間、まあ私も含めてね、やっぱ変わった人間が多いんですけど、本当にあの、まあ、まともなけれど、彼は彼で変わってるのは、あの初めて出会ったのが南海先生のバナナの叩き売りなんですよ、バナナの叩き売り、まあ繁盛亭で見たのかな、講談じゃなかったんですか、うん、なんか南海先生も講談で呼ばれず、バナナで呼ばれずほんでバナナを叩き初めて見た、あ、これは面白いって言って入門したんですよ、この人バナナの専門じゃないんですけど、ほんで講談師というので、ほんで講談ずっとやって、なんかそんな、まあいろんな出会いありますけれども、うん、それでもね、志してやっぱ若い人が入ってくれるととにかく嬉しいですね。講談って全然難しくないんだよっていうことを教えてくれるのがまたこの、そうなんですよ、うん、講談全集でもあるのかなと思ったりします、はい、うん、ですのでこれをね読んでみて、うん、うわ面白いわと、南光さんの講談見たいわという方はぜひこちらの波早講談フェスティバルね、うん、行っていただきたいですし、これを見て、あ、古典も見てみたいなって思われた方は、うん、ぜひまた、ね、ちょっとやってみましょうか、さやさん。え、私が講談を、それはまた来週の YouTube でよろしくお願いいたします。お願いします。